戦闘棒とは、軍隊の軍服における性棒の一種として、採用されることの多い略棒の一形式であり、作業棒の一種でもある。略字を用いて戦闘棒と記述する場合もある。日本においては、近代史上の経緯から、絵星にも似た形状を提出する旧日本軍様式の略棒のことを、この故障で呼ぶ場合が多く、本校では主にこの日本の戦闘棒について記述している。 ナチスドイツ時代のドイツ軍で用いられた M43 野戦棒。明細柄は左からドイツ陸軍、イタリア軍、武装親衛隊のもの。下段はそれぞれを裏返した様子。アメリカ軍の戦闘棒であるパトロールキャップ及びブーニーハット軍服における本来の正棒が官棒やケピ棒、社交棒等の装飾的要素の強い複雑な造形の大型の 帽子である場合が多いのに対して、戦闘棒は装飾性をできるだけ廃し、野外作業や戦闘行動などを意識した必要最低限の機能性のみを持たせた小型の帽子である場合が多い。正式採用されている帽子であるゆえに、各種の儀礼、行事の際にも着用することが許されている場合も多く、このような意味における略帽は、ギャリソンキャップやベレー帽などをはじめ、 世界中の軍隊の軍服で普遍的に見られるものである。大日本帝国陸軍の兵、可視官用戦闘帽、香港海防博物館所蔵品で顎紐が垂れ下がるなど状態は良好ではない。戦闘帽という言葉は、戦闘用の帽子という意味以外にも、品事変から太平洋戦争にかけて大日本帝国陸軍及び大日本帝国海軍の略防として、 正式採用された様式の帽子を刺す用語として用いられることがある。急に本軍の戦闘帽は上部に向けて細くなる台形に裁断した布を2枚合わせて銅を作り、天井に防水系の布が貼られる独特の形状である。正面にはごく短いまびさしが付与され、顎紐が取り付けられる。銅側の布地には通気のための小穴が複数個配置される場合が多く、 当位の調整は、銅の布地の後頭部側合わせ面に設けられた調整紐でわずかではあるが行える。帽子時代の製造工程としては、パトロールキャップに類似しているが、パトロールキャップが、円筒型で頭頂部周辺にもややスペースが確保、されるのに対して、先頭棒は着用者の頭にほぼ密着し、帽体正面に Y 字型の継ぎ目を持つ、独特の形状を呈する。 このため丸刈りや単発以外のヘアスタイルの場合には着用に難を生じる場合もある。戦闘棒は旧日本軍の略式戦棒として登場した当初から戦闘用ヘルメットの下に着用する厨房として利用される前提でデザインされていた。この原則に則っ,った製法をされている戦闘棒は伏せ打ちの際の照準の邪魔にならないような極めて短いまびさしを持ち、 戦闘、作業中や高天下でもズレや脱帽が生じないように丈夫なアゴ紐が設けられている。また、台湾以南地域では国初下での熱中症などの防止のために防水布と呼ばれる布地がアゴ紐固定部から後頭部にかけて取り付けられた場合もあり、結果としてこのような機能性を持つ戦闘棒は、それ自体が急に本軍を意識させうる極めて特徴的な 外見を有することとなった。近年市販されているものの中には、必ずしも、この原則に乗っ取らないデザインのものも見られ、見栄えを重視した長い間ビサシや、実際の使用をあまり意図していない、布製の装飾的なアゴ紐が装着されている場合も、ある。採用団体の移行により某対象面に基調が取り付けられる場合も多く、階級を判別するためのストライプが某体の、 練習方向に複数本設けられる場合もある。日本陸軍日本陸軍においては、従前より鉄棒着用時の厨房として一部で使用されていたが、昭和5年正式より弱棒として正式に採用された。材質は当初は羅射製で、通気穴は左右両側に3個、5棒製の帽子が取り付けられた。歌詞カ兵用は星型の帽子が直接塗り付けられたが、 昇降用は星の下に大地布が設けられる場合もあった。顎紐は多くの場合比較ないしゴム引き布のせいで両端が帽子にボタンで固定された。南方戦線では防水布を装備する場合も多々み受けられた。防水布には固定用の小はぜが数枚縫い付けられており、これを帽子の側面にあらかじめ設けたかがり縫いループに差し込み、 さらに顎紐固定ボタンとサイズ調整紐を用いて固定された。防水布の代わりに死没の手ぬぐいを使う例も見られた。戦局が悪化するにつれ布地の材質はラシャから梱棒、最終的には木綿製にまで簡素化された。日本海軍日本海軍においては昭和12年正式から艦内棒としてほぼ同じ形状の略棒が採用された。 材質は、木綿製で、通気穴は、陸軍と、同じく左右両側に3個が標準だが、通気口を持たないものも見られる。当初は、第一種軍装と第二種軍装の2色が制定され、後に、第三種軍僧用も加えられた。王将は、巡視官以上は、怒りの中央に桜を廃止それを抱き苗画で囲う、形状。歌詞官は、怒りの中央に桜の実を廃止。 兵は、怒りのみとされた。また、陸軍と異なり主観は2本、下士観は1本のストライプが帽章を横切るように、演習場に配置され、階級を識別する目印となった。顎紐は、多くの場合布のせいで、両端が帽体に直接縫い付けられた。国民服、影浦進むは和15年以降、国民服として、一般の青年男子にも戦闘防衛式の帽子の、 着用が推奨された。国民服は生徒の通学服としても指定されたため、防体正面に交渉を取り付けて学校制坊としても使用された。戦中から戦後間もなくを舞台にした映像作品の多くで民間人や福音兵などが着用している姿を多く目にすることができる。また、戦時中当時のプロ野球においても試合用ユニフォームとして 従来の野球棒に代わり戦闘棒が採用されていた時期がある。その他の国々級日本軍の占領地にて発足した現地人を中心に構成された武装組織、あるいは満州国軍など一部の同盟国軍において日本式の戦闘棒が正式装備として用いられた例があった。戦前、戦中の戦闘棒、昭和20年の終戦以降、各種の戦闘棒、 特に陸軍様の国防色のものは戦後数年以内に急速に姿勢からは姿を消していった。その形状そのものが急に本軍を想起させる面もあるためか各国の軍棒がファッションとして着用されるようになった。今日においてもファッション的な側面から日本の旧軍型の戦闘棒を着用する若者はほとんど見受けられない。しかし観光庁の防災服などの装備品として 戦闘棒型の略棒は今日も一部の用途では用いられ続けている。自衛隊、陸上自衛隊では警察予備隊、保安隊時代の極初期に戦闘棒形式の作業棒が採用された例があったが陸上自衛隊発足後は略棒はベレー棒、作業棒はアメリカ製や戦棒と同形式のものに置き換えられた。戦闘用ヘルメットも 米軍太陽の M1 ヘルメットを経て66式鉄棒へ移行こ。これらの鉄棒は樹脂製の厨房を着用する前提のものであったため、各隊員が私物で布製の厨房を用意する場合を除いては、略棒や作業棒を直接鉄棒の下に被ることは行われなくなった。海上自衛隊では略棒として戦闘棒形式の防止が制定されており、 航空自衛隊においても作業棒として制定されている。ただし、会場、航空ともに、顎紐付きのパトロールキャップや、アポロキャップ型で、部隊ごとに独自製造される、部隊識別棒で代用されることが多くなっている。警察警察官の略棒として、紺色のものが採用されており、事件捜査の現場映像などで目にする機会が多い。 顎紐の両端は、旧海軍戦闘棒のように、棒体に縫い付けられている。出動服着用時の階級書を兼ねており、白線の本数や太さによって階級が一目で分かるようになっている。また、右翼系団体が機動隊のものと同型の出動服を、行動服内し、体服と称して着用する例もあるため、合わせて警察と同じ略棒をかぶっていることがある。 消防総務省消防庁が規定する消防林複製基準において戦闘棒形式の略棒が採用されている。同じく消防団向けの消防団員複製基準においても同様の略棒が採用されている。鉄道院 JR グループでは国鉄時代より整備し機関士向けの作業棒として戦闘棒に類似した形状の帽子が用いられている。 民営化後も JR 貨物の機関士は従来通り同じ形式の帽子を着用している。船員漁船や商船の乗組員の中には船内棒として怒りマークのついた旧日本海軍仕様の戦闘棒を着用するものが一定数見られ、港湾周辺に立地する船員向けの医療品店などでも販売されている。こうした船員向け商品は ストライプ2本の士官仕様のレプリカが多い。近年の映像作品では、スタジオジブリのアニメーション、崖の上のポニョにおいて、商船船長である、主人公の父親やその部下の船員たちが白色で、ストライプのない兵士用の戦闘棒を、船員の帽子として着用している姿を見ることが、できる。戦後の戦闘棒をただし、消防理員、消防団員とも、複製基準の尾行で、 逆望はアポロキャップとすることができるとの定めがあり、アポロキャップの使用例も多い。ありがとうございます。